シュベル、出るぞ。いやー、このユニコーンの変形めちゃめちゃいいっすね。今回はですね、このキュベレーをいろんなキャラでワンパンやっていこうと思います。で、今回、とりあえず一番最初連れてきたのは、これ、バナージリンクス。四角の敵にビームサーベルで攻撃っすね。で、対光もつけてる。で、一応今回は、このスイッチを利用して防御アップとかそういうのをやっていかないといけないんですけど、はい。今回のクエストはね、防御ダウンで7倍、ダメージの差が出る。あと、直殴りも 8.5 倍なんで、直殴りできないキャラは、まあ一番きついですね。で、まあとりあえず一つ目の可能性、弱点が一番左、目の前に来てくれるという運ゲー乗り越えた、次は、縦貫した時に、弱点目の前の位置に止まれる可能性を、やっていかなきゃいけない。はい。頼む!ユニコーン!あ、これいけるか?あ、これブロックでループしてるから、割と端っこにさえ行かなきゃいけんじゃないこれ。あ、これはもう、拾ったでしょ!撃てます!いけるかこれ。うおぉ!ま、こんな感じで。ユニコーンも弱点目の前だったらワンパン取れるからね。いや!よかった!いや、やっぱこの目の前に止まらなきゃいけないっていうのが、今回一番大変だなと思ったところですね。すぐできてよかった。はい。そしたら次はね、この、虎杖悠仁使っていきます。触れた最初の敵に、黒線で攻撃するっていうものなんですけど、今回のさ、このワンパン、ガンダムってさ、めちゃめちゃ有名な声優さんたくさんいるから、なんかガンダムに出演したことのある人たちだけで、いや、もしかしたらワンパン組めるんじゃねえのってちょっと思ったんですよね。だから虎杖は、ナラティブガンダムの主人公やってるから、声優さんが。いや、そんな感じでちょっと全部いけるかなと思って、やっていこうと思います。で、陽太郎バフ入れて防御ダウンが入ってないから、一発入れといて、はい。でね、このキュベレ、直殴りとか防御ダウンの倍率めちゃめちゃ盛られてる代わりに、はい、よし!ヒットポイントがね、11億5000万だったかそれぐらいあるんですよね。だから倒すときはほぼほぼ確実にみんなカンストワンパンします。次はね、この人。リヴァイスね、最初に触れた敵に立体起動装置で攻撃するなんですけど、いや、リヴァイはまあ余裕でいけるとして、いやこれをね、多分欲しがる人も今の時代結構いるんじゃないのかな、もしかしたら。いや多分今年はリヴァイ復刻するだろうから、第2弾やってきて、いやちょっとそれにすごい期待したいですね。縦勘で、でも今のリヴァイにダメ音がついたら、もうそれで天魔5で最強キャラになりそうで、いや、私すげえ期待してんだけどな。てか、天魔5、まともな適性全然追加されてないから、私的にはさっさと、追加して、強いや、一番強いこの連撃する前にカンストしとるやんけ。あと、ガンダムコラボってこの撃破演出、みんな、この、特殊な撃破のされ方だから、あれこれみんな人によって爆発のやり方も違ったりするかな。次はね、コナミキでワートリのキャラっすね。停止後に連結させた蒼月でぶった切る。で、さっきのリヴァイもそうなんですけど、ダブル王勢の方々に来ていただく感じですね。リヴァイはティエリアだし、コナミキリエはネーナ。で、あとは、これ弱点ロストも入れたいから、おぉ弱点ロスト強化も入れたいから、ウォッカも連れてきました。いや、ちょっとこれはどのガンダムに出てるか知らないけど、めちゃくちゃ有名な声優さんだから、多分何かのガンダムにはきっと出てるでしょう。で、近くの敵だから、もう何も気にしなくていいっすね。で、弱点横だから攻撃力も2倍。はい。だからムカつくから、まあ、結婚式場やりますよと。で、2個も弱点拾うから、いや、余裕でしょ、これ !2 個拾って。いやーですよね。いや、これたまりませんわ。さ、次はね、この人。かまど炭治郎、停止後に、尺骨遠用で攻撃。まあ、いわゆる、ローの一族のキャラなんですけど、まあ、今回は、内部弱点じゃないし、あとね、これ、弱点目の前に止まらなきゃいけないんですけど、ここさ、ほら、ブロックのところで、ぴったり縦貫できれば、範囲が狭まるんで、縦貫の。だから、これのおかげで、そして、ガンダムの生産はエランケレス君ですね。燃やせ燃やせ、心燃やせ、みたいな。体も燃やせ、みたいな。ハッピーバースデートゥーユーみたいな感じですね。だから、割と簡単に目の前止まりやすいんですよね。バナージの時もそうだったけど。あ、これはもう行ったでしょ。頼む。あー、
ゃあこちらへ行こう。せんま。せんま。ええー、今ので拾ってくれないの、さすが牢の一族。あれ？いや、認めたくないものだ。偶然のクリティカルというもの。いや、もうこれは来たでしょ。これは来たでしょ。ハッピーバースデー。よっ。あ、いや、クリティカルも出ちゃった。接待する人。いや、いや、それでやるんだったらなんか別の人でクリティカル。したかったら、まあ、ある意味、ハッピーバースデーというみたいな感じですね。そしたら次はね、ヤクモやっていこうと思います。壁に触れるごとにパワーがアップ。使ってみた動画で見たけど、壁ドンだけじゃなくて、超満員 EL とか、全属性キラーとか、そういう、この攻撃力を漏れるアビリティをこの人めちゃめちゃに持ってるんで、その辺を駆使していけば、やべえ、殴りができると。なんでやり方としては、ハービセルのワンパンと、かなり似たようなやり方になっていくんじゃないかな。まあ、それで、狙っていこうと思います。ワンパンを。さあ、これで、ホムラ連れてきて、今これ遅延かけてるのは、ボスの開幕で、ワープ出てくるんですけど、これはまあ、ボスが展開してるんで、遅延かけちゃえば、行動を止められますよ、という感じですね。あとは、めちゃめちゃに薄く、右側にずれていって、めちゃめちゃに薄く、ほんと日本のちょびっと。もうこれは、まっすぐでいいんじゃないですかっていうぐらい。そうすると、左の弱点を殴ってくれる。だから、ハービセルワンパン方式と、かなり似てるような感じですね。はい。あ、ちなみにビルドダイバーズでこの花沢さんは出てたはず。おーし、いい感じ。いけ、よし。危ねえ、今、プラズマ出したくなかったから、味方の配置もね、これ実は注意しないといけなかったですね。危ないところだ、プラズマでワンパンするところだったね。ただね、この、牢の一族第2弾、ジョータロー使っていきます。ザワールドとスタープラチナで攻撃するということですね。いつ第2弾来るかな。いや、早くこれ弱点品種とかになってくんねえかなって私常々思ってるんだけど。いや、でも今年は来ると思うんだけどな。で、ブロックは切った方が入りやすいけど、そうね、ゲージバーリー掃除持ってるから大丈夫。で、声優さんはこれスターゲイザーに出てるね。シードの。はい。で、やれやれしていって、縦勘で一番際にいたらこれワープ避けられるからね。なんだっけ、スタービルドストライクじゃねえや。お？あ、これはいけんじゃない？スウェンカルバヤン。あ、もう、めちゃめちゃ拾う、これ。いや、さすがに、牢の一族でもこれは余裕でしょう。いけ！よし！いや、牢の一族は、これが一番大変だからね。これはもう、とりあえず情報修正で、内部弱点拾うようにしていただくしかないですね。次は、この人。キリトさんですね。SS が近くの敵にスターバーストストリームで攻撃するなんですけど、まあ、この人は、あれですね。ビルドダイバーズに出てくる人。お！あ、この位置は結構楽じゃない？横間でちょっとずーつ上がっていけばなんとかなるかな。でも私、ビルドダイバーズの、ビルドファイターズトライまでは見たけど、ダイバーズとリダイブだったっけ？あれまだ見てないですよね。面白いのかな？あ、これは多分拾ってくれるんじゃない？どう？お？あ、拾ってる拾ってる！で、そういきましたと。いや、何年前のキャラだっけ、キリトさんって。5年前のぐらいのキャラじゃなかったっけ？いや、それでも余裕でワンパンなんすね。そしたら、ビルドダイバーズつながりで、レムアルファ来ていただきました。停止後に、モーニングスターで攻撃っすね。であとは、接待キャラもね、今回のクエストそんなに難しくないから、いろんなキャラ使えるんで、これ、ラブライブのキャラに来ていただきましたね。いや、今年もなんかそういう、いやでも今んとこ2連続でやっぱ鳥獣とごちゃ混ぜタイプのコラボ来てるから、今年も来る可能性結構ありそうな気がするんですよね。あとは、まあ、いやー、どうしよう、これ縦勘で入るか。はい。で、弱点目の前に止まれればいける。あ、ちなみに水属性のレム使わないのは、いや、次の超究極がササビーとかだったら、いや、やっぱり怖いんすよね。どうだ、これ拾う。お、あ、いってるいってる。めちゃめちゃ余力のあるカンスト。なので、ササビーがさ、もし来るんだったら火属性っぽいから、水のキャラはちょっと取っておきたい。で、貴族性のキャラは優先的に使っていきたいですね。そしたら、そのまま、ビルドつながりで、今度は、ミカサ連れてきました。これもビルドファイターズ。一番最初の初期のやつに出てる人なんですよね。さあ、それで、ミカサも、進撃の巨人。なんか今、ついさっきツイッターで、進撃の巨人の完結戦はなんか前後編に分かれますみたいな。そんなこと言われてたけど。いや、どうなんだろう。そしたら、今年コラボすんのかな？ちょっと不安になってきた。私、完結戦で完全に終わると思ってたんだけど。で、
電撃キラー M だから。いや、久々にね、ミカサの本気が見られてる気がする。いや、今までだったらさ、え？今度こそ大丈夫。ミカサの本気。いや、これこそ行くでしょ、さすがに。ミカサー！いや、これは言ったでしょ！よーし！これが味方の本気や。いや、火力足りねえ。やっぱ情報修正がこれは必要ですよ。早く重心化返してください。というわけで、この方を使っていこうと思います。サボ、触れた最初の敵を火炎竜王で攻撃っすね。で、これはね、アムロの声の人ですね。去年はね、あの、コナンのアムロさんとか、ワンピのサボとか、そのアムロの声優さんがね、かなりいらっしゃったんですよね。なので、本物のアムロが実装されて私嬉しいみたいな感じも結構あるね。あとは、いやできればリボンズも来て欲しかったんですよね。いやリボンズ来ていただけると、蒼月昇さんってアムロの声の人とめちゃめちゃにそっくりな声の方もいらっしゃるんですよね。それも、モンストで聞きたかったみたいな感じもある。ちなみにルフィの声優さんはシャアの幼少期を演じてらっしゃったりするんで、よし OK。演じてらっしゃるんで、まあ、シャアのバックにはアムロがついてるみたいなね、夢の原作再現みたいなこともやろうと今モンストではできる。で、次はですね、この人、ゴンさん、SS が、触れた最初の敵に、ジャジャンケンを放つっていう SS なんですけど、声優さんは、これ、ララーの声優さんですね。だから、アムロとララーで、いい感じに組み合わせができてる。で、SS、ジャジャンケンは、もう、思いっきりここをぶん殴るだけ。カウンターキラーと、底力をもらってる。いや、これでありったけ！よし！いや、初めてゴンさんワンパンを見せたかもしれない。そして、ジャジャンケンは、全然火力出るところじゃないんで、あの見た目の演出ですね。じゃあね、この人も使います。タイガー&バーナビ。いや今回はね、これ SS が停止後にハイパーグッドラックモード攻撃。今回はね、やっぱりそのさっきも言ったけど、シャアが多分超究極で来そうなんですよ。なのでそれ考えると火属性だから、火属性のキャラをねちょっと先に使っておきたいんですよね。いやこれで闇属性とかだったら積みなんですけど、まあ多分来るでしょ。あ、ちなみにこれガンダムの声優さんはシードディスティニーのキャラで出てますね。で、どこ拾っても勝手に弱点拾ってくれるんで、別に停止位置は関係ないよと。完走いけるでしょ。よし！いやもういったしか。よしよしよし。完走しても11億だから。いや、さっき嫌なもん見てるからな。あのですね、ガンダムのネタつきました。いや、ワンパンできるからもうちょっといると思うんですけど、多分ね、それは後半にね、取っておきたいんですよね。なので今回は次、仮面ライダーでこれ、ワンパンやっていこうと思います。まあガンダムといったら、やっぱり仮面みたいな、そういうところあるから。まあ実質ガンダムでしょ。で、火力もね、そのまま撃っただけでは足りないから、この、久々にパワーひまといのこの、なんだっけ、ぬかたのお決め使って、やってきましたね。ガンダムといったらもう2作品に1回はもう仮面のキャラ出てくるっていうぐらい仮面は、めちゃめちゃあるもんね。で、これ盾で、あ、関係なかった。弱点来なくてもクリティカル出たらいけるんですよね。なんで私今回クリティカルやる気ないのにクリティカル出してんだろう。この人、ジャンヌっすね。まあガンダムとはね、ちょっと関係ないんですけど、この触れた敵を吹っ飛ばすっていう SS が、その敵を上側にバン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 吹っ飛ばしてる間、無限に敵を攻撃し続けられる、いや。なので、まあ一方的に殴られる痛さと怖さというものを教えようかと思います。で、今だとまた手感すると弱点殴れないから、ほんのちょっとだけ右。気持ち右。速度バフつけてるから、本当に気持ち右。はい。いや、これで、一方的に殴られる。いけ！で、これで下弱点だから、無限に、あーもう完走してる。めちゃめちゃ、これが、マジの一方的に殴られる。いや、これだ、完走してるからさ、どれぐらいオーバーキルしてるのか、結構知りたくなってきたね。ちょっとそろそろダメージ99億にしてもいいんじゃないのかなと思ってきました。いやー、ハマン様ワンパンするんだったら、この人は外せないでしょ。神指弾&ゼータガンダム。停止後に、ウェイブライダーに変形して近くの敵に攻撃するってものなんですけど、まあ、これ時間殴りも乗るんで、一応、理論上はできるはず。あとはそれを、現実のものにするだけ。あとは、弱点がね、左側に来てくれないといけないんですよね。その目の前に配置しないといけないから、頼む！左側に弱点来てくれ！そのまま！あー！ユニコーン！よし！来た！あとは、
これを左側に止めて攻撃を当てるだけ。それでワンパンはできるはず。頼む、生きてちゃいけない人間なんだ。あ、この位置もうダメ。お、いやー、できました。疲れた。めちゃくちゃ修正してもらいました。できたー。あれ？あれ？あれ？出られないのかな？おーい、出してくださいよー。終わります、ごきげんよう。